サンバイルプースグインギス、またはスランバイルプールグインギルは、ウェールズ、アングルシー島にある大きな村、自治共同体である。メナイ海峡を挟んでバンガーと接しており、ブリタニア橋を通る鉄道と道路、メナイ釣り橋の道路を通って往来可能である。短縮した形と延長した形の両方の地名が、様々な文脈で使用される。後者は、 アンベプ WR イ WRN、DRB、アンと SLJO イ,イと発音される。カタカナに転写すると、サンバイルプースグインギスゴ、ゲルアフイルンドロブースサンタシリオゴゴゴホと表すことができる。また、スランバイルプールグインギル、ゴゲリヒルンドロブールスランティシリオゴゴゴホとも書かれる。2011年の国勢調査では、人口は3107人で、 うち76%が、ウェールズ語話者であった。アングルシー島で5番目に人口が多いコミュニティである。58文字を含み19音節に分割される長い、形式の存名は、ヨーロッパでは最も長い地名であり、世界では2番目に長い公式の一語の地名である。アングルシー公爵の円柱ワーテルローの戦いでの初代アングルシー公爵。 ヘンリー・パジェットの英雄的行為を称えて作られたトーマス・ハリソン設計。高さは27メートルでアングルシー島とメナイ海峡を見渡すことができる。村のある地域では新石器時代以降に人間が活動、居住してきた。初期の大半は自給自足農業と漁業が最も一般的な制御だった。アングルシー島は当時メナイ海峡を船で渡るしか。 到達する手段がなかった。大部分が破壊され、崩壊した、史跡簿がこの時代から見出される。初期のイギリス陸地測量部の地図は、この場所に、石塚を示している。断片的な土手と溝が残る、球場集落の推定跡がクライブ・アジマスと呼ばれる、路頭上に記録されている。この地域は短期間外ウス・スエトニース・パウリヌスに、引きられた、ローマ人によって、侵略。 占領された。その後、ブーディカに対して、戦力を集中させるために一時的に放棄され、ローマンブリテンの終焉まで、ローマ人による支配が続いた。ローマ軍の撤退により、この地域は、初期中世、グイネッズ王国の支配下に置かれた。ここには、おそらく7世紀以来、小さなキリスト教の宗教的な場所、おそらく修道院の独居墓があったと考えられる。 中世後期の調査によると、当時知られていた、プースグインギスチョークの住人は、封建制度の下で番ゴ市教から合計9母ベートの土地を所有していたことが示されている。教会は、おそらくノルマン人の影響を受けて、中世の間に築かれ、聖母マリアに捧げられた。後に取り壊され、ビクトリア朝時代の教会にとって変わられた、この建物は、 大聖堂の特徴である、半円形のアプスを持つという、珍しいものであった。宗教的活動にもかかわらず、田舎であったため、この小教区の1563年、の人口はわずか80人程度にとどまっていた。この土地の大半は、アクスブリッジ白酌量に吸収され、後にアングルシー公ー酌量となり、囲い込みの対象とされた。例えば、 1844年には、スランバイルプスの土地の92%はたった3人によって所有されていた。小京区の人口は1801年に385人に達した。1826年、トーマス・テルフォードによってめない吊り橋が建設されたことで、アングルシー島は、ウェールズの本土側とつながった。1850年には、 ブリタニア橋とノースウェールズコースト鉄道線路の建設によりロンドンともつながった。鉄道はイギリス全土とホリーヘッドのフェリーフ島をつないだ。ペントレイハブと呼ばれていた古い村には鉄道駅周辺の新たな発展が加わった。駅周辺はペントレイサブと呼ばれるようになった。婦人会の初会合は1915年にサンバイルプースで開催され、この運動は ブリテントを全土に広がっていった。消印長い形式の尊名は、イギリスで最も長い地名であり、世界で最も長い地名の一つである。58文字からなる。意味は、赤い洞窟の聖ティシリオ教会のそばの激しい、渦巻きの近くの白い橋ばみの森の泉のほとりにある、聖マリア教会である。解説すると、サンは、教会、バイルは、メルの難変異による。 したがって、ロンワールは、マリアの教会の意味となる。プースは、窪地、池、沼、グーインは、白、ギスは、はしばみの木々を意味する。シルノの南辺位、5は、下、隣、部分を表す。セットウジ、ゲルモ、も、隣のを表す。前置し、アは定換し、フイルンは、激しい。ドロブースは、渦巻きを意味する。トロボールの南辺サンは、教会。 他資料は、ウェールズの聖人、聖、ティシリオーサス、G マイナスは、新折中時、オゴは、洞窟を意味する、アガフの方言形、ゴーホは、赤いを意味する、コークの難変異である。他言語への訳し方には、いく通りもある。例えば、橋場ミの森の白い窪地や、赤い聖ティシリオーの洞窟など。プースグーインギスが、現在の村が存在する、境界内にあった。 中世の町区の元々の名称であった。プースグ・ウィンギスは、小教区を構成する二つの町区の一つであり、もう一つはトレボリオンであった。町区の名称は、ノリ・ジシキョのために1250年代に実施された、教会の評価では、ピワルグニルとして初めて記録された。小教区名は16世紀半ばには、レランドの旅帝の中で、 ロンワール・アイ・プッシュ・グウィンギルとして記録されていた。教会の名称に、町区名を付け加えたことは、聖マリアに捧げられた、ウェールズ内うちのその他多くの場所と、この小教区を区別するのに役立っただろう。名称の頂戴版は、村を商業的そして観光の中心として、発展させるための試みとして19世紀に初めて、使われたと考えられている。しかし、村は、 今でも、シュランバイアープッシュグウィンギルと、道路案内標識で示されており、イギリス陸地測量部の地図では、ロンワールプッシュグウィンギルと記され、駅名は、正式に、ランフェルピルと、名前が付けられている。ロンワール PG とも短縮される。名称と、英語訳を示した標識の英語話者のために正しい。 発音に近い読み方を示した、駅名表示版村名の由来となったセマリア教会。この長い名前は、1869年に、イギリスの鉄道駅の中で最も長い駅名を付ける、ために、初期の売名行為として考案されたと一般に考えられている。ジョン・モリス・ジョーンズによれば、この名称は、地元の仕立て屋によって創作された。モリス・ジョーンズは、 下手屋の名前を明かさず、彼の死によって、秘密のままとなった。この長い形式の名称は、スウェリーズとして知られるメナイ海峡の渦潮と、海峡にある島の聖ティシリオ少霊廃堂への言及を付け加えている。末尾のマイナスゴーグ学区は、地元の呼び物ではなく、カーディガンシャーのサンディシリオ語を小教区に着想を得たと考えられている。しかしながら、 名称の頂戴版の真の発案者とその記述は、それほど確かではない。主張されている解明時期の数年前に出版された、教会の辞書は、わずかに違いのある形式の、ランフェルピル・グウィン・ジル・ゴジャー・ブルティ・ジリエゴゴを、完全な小教区名と呼んで収録している。ロン・ベール・ BWLL ・グウィン・ジル・ゴーが、BWLL ・ディスイリョ・ゴゴは1849年に、出版された。 地名文書に記載されており、その著者は、この名称は、一般的に、地元の人々によって短縮されていると記している。メナイ海峡の渦潮に関する付け加えは1860年代になされたと考えられているが、中級世紀初頭の旅行案内ではすでに、名物の渦潮を参照した、PWLL、グアウィン、及びグウィッシュから、 プッシュグウィンギルという要素が派生したと解釈されている。CH は無性高外水摩擦音、外、または無性南高外摩擦音であり、後者はドイツ語のバッハの CH の発音である。LL は無性子計側面摩擦音であり、英語には存在しない。数千人の地元住民が毎年およそ20万人の観光客を迎えている。最も人気のある。 観光名所が、長い存命の看板が設置されているサンバイルプース、である。他の名所には、アングルシー海洋動物園、ブランケースリジー母室、セーティシリオ教会、プラスカドナントの隠れ庭などがある。長大な存命は、ギネス世界記録に、出版された暗号クロスワードに使われた、最も長い単語として申請された。クルーは、ギグリングトロールフォローズクランシー。 ラリー、ビリー・ペギー・フー・ハウル、ロングリー・ディスターブ・リング、エイプレイス・イン・ワールズで、最後の5つの単語以外はすべてアナグラムを作っている。クイズ番組、You Bet Your Life に出演したジョン・ヒューズは、生誕地の位置に関する司会のグルーチョ・マルクスの質問に対して、このタウンに言及して答えた。スティーブン・ソンドハイムが作詞した楽曲、ザ・ボーイ・フロムにおいて、 歌手は、タクレンボラツンベデルフエゴサンタマリパスザチテカスラジュンタ、デルソルワイクルーズという島出身で、LLANFAIRPWLLG,WYNGYLLGOGERY,CHWYRNDROBW,LLLLANTYSILIOGO,GOGOCH、ER、に引っ越してしまった少年に、対する、報われぬ恋について、詳しく述べる。 難しい一名を何度も歌った後に、歌手が息を整えようとしているところが、この曲のユーモアの一部となっている。1995年、ウェールズのバンドスーパー、ファーリーアニマルズは、デビュー EP、l l a n f a i r p w l l g w i n g y l l g o g e r y c h w y r n d r o b w LLANTYSILIOGOGO GOCHYNYGOFOD を発売した。コンピュータゲームシビライゼーション V ではシュランバイアープシグウィンギルという名前の都市を所有したプレイヤーに対してロンゲストネームエバースティー Steam メントが授与される。1968年の映画バーバレラでは ティルダノが会合のパスワードに、LLANFAIRPWLLG,WYNGYLLGOGERY,CHWYRNDROBW,LLLLANTYSILIOGO,GOGOCH を提案する。iOS のゲーム、ミステリーマッチ内で2020年8月に行われた、グランドレースイベント中に、ジュリアンは、 第6レベル前のカットシーンにおいて、この村の名前を発音できない、と言及する。エマは、自分が簡単に発音できるとジュリアンに伝える。サンバイルプース・グー・インギス・ゴ、ゲルア・フー・イルン・ドロブース・サンタ・シリオ・ゴ・ゴゴホは、温帯海洋性気候を有し、夏は穏やか、冬は涼しく、湿潤である。ありがとうございます。